の守りをすればいいのだ。お前にギアファイターなんて無理なんだ。自分の力で勝ったことがあんのか。お前のようなやつがギアファイターやめちまえ。ごちそうさま。あら、どうしたの？食欲ないじゃない。食べたくない。行ってきます。クラブに行ったらカオルちゃんに新作ケーキ食べに来てって伝えてね。こうや、何か元気がないな。そう？遅いな、こうや。練習には顔を出すと言っていたのだろう。ああ、あいつには人一倍練習してもらわないとな。あ、荒野のうちに電話かけたらもうとっくに家を出たって。荒野のやつ、またどっかで道草食ってるな。何を考えてるんだか。荒野は甘いからな。ああ、俺ってダメな男。してるの、マリノくん。お、なぎどりさん。こんなところでどうしたの？元気なさそうね。いや、別に。ふうか。お、あ、私の兄さん、クラスメイトのマリノコウヤくん。マリノコウヤ？どうも。あ、もしかして君はマリノユウヤの？弟ですけど。やっぱりそうか。よく似ているよ。え、兄貴を知ってるんですか？ああ、ちょっとね。じゃ、頼むな。俺今日は行かれないから。うん、分かった。気をつけて行けよ。じゃあな。どこか行くの、なぎどりさん？動物園に届け物があるの。動物園に行くの？お父さんが勤めてるの。ねえ、俺も一緒に行っていい？いいけど、マリノくん、毎日クラッシュギアの練習があるんじゃないの？いいんだ、サボったって。どうせ俺には才能ないんだし。え？なんでもない。さあ、レッツゴー。マリノくん。何？駅こっち。なんだ、休みなら行ってくれればいいのに。ごめんなさい、今改装工事中なの。でもチンパンジーなら見れると思うわ。チンパンジーか。ライオンとかトラとか見たかったな。そのチンパンジーすごく頭いいのよ。バトルフィールド。いらっしゃい。あ、よく来たね。クラスメイトのマリノコウヤくん。マリノくんはクラッシュギアのファイターなのよね。あ、いや、もう。何？本当か？そういうことならぜひクラッシュギアのコーチをお願いしようかな。はい。お父さん？いいじゃないか、ぜひ Q のコーチを頼むよ。 Q？ ん？ん？大丈夫、 Q は人に危害を加えないよ。今 Q に芸の一つとしてクラッシュギアファイトを調教しているんだが、その相手をしてやってくれないかい。どうしてもこの芸を完成させたいんだ。もう、マリノくんどうする？いいですよ、やります。どうせ俺なんか猿の相手がいいところなんだから。はい、マリノくんのギアはこっち、Q はこっちだ。へえ、
ちゃんと分かってるじゃない。頑張ってマリノ君。そう言われても猿が相手じゃな。負けたらシャレになんないよ。それじゃ用意はいいかい。はい。スイッチも見上げるんだって。あれ俺の真似。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。くそー、生意気な。すごいぞ、キュウ、やるじゃないか。マリノ君、本気出しても構わないからね。あ、はい。言われなくても本気出してんだけど。お前なんかに負けるか。これでどうだ。これだけできれば芸として見せられるよ。ねえマリノ君。あ、はい。お、俺これで帰ります。マリノ君。まだ来たばかりじゃないか。さようなら。マリノ君。お父さん、マリノ君きっと傷ついちゃったのよ。いや、まさかキューが勝つとはな。チンパンジーに負けたなんて。 笑っちゃいけないけどおかしいわ。それでマリノ君の様子が気になって。ここには顔を出してないから家の方かしら。気にしなくていいわよ。はい。こんにちは。あら、いらっしゃい。あ、花野さん。ナギドリさん。ナギドリ？ゴーヤのことを心配して来てくれたのよ。ゴーヤ君、今日はクラブに顔を出してないんですけど、何かあったんですか？それなら、フーコちゃんに聞いてみて。ん？兄貴、俺ダメだよ。とても兄貴の後なんか追いかけらんない。俺には才能なんかないし、もうクラッシュギアをやめようと思う。もしもし、マリノですが。あ、ナギドリさんのお兄さん。え、見せたいもの？わざわざ来てもらってすまないな。俺に見せたいものって一体何なんですか？何も考えることなく完璧にセッティングされた兄貴のギアでファイトをしてきた。だから君は急に負けたんだ。
ショーとして面白くするために挑戦者のギアはわざと性能を落とし、Q が勝つようにしてやる。え？そんなのインチキだ。ギアのことを分かっているファイターならさっさとセッティングを変えるはずだ。一度だけチャンスをやろう。え？明日の日曜日、俺はマリの荒野に挑戦する。君が勝ったらそのスニーカーは君にあげよう。しかしもし負けたら、そのスニーカーはゴミ箱行きだ。脅かすなよ。いつの間に来たんだ。さっき。何の用だよ。用がないんならとっとと帰れよ。ガルダイーグルのこと俺に教えてくれ。え？ガルダイーグルのことを全て知りたいんだ。兄貴がどういう思いでこれを作ったのか、ガルダイーグルにどんな気持ちが込められているのか。よせよ。俺ガルダイーグルのことは何も知らないんだ。京介ならわかるだろ。どうしても知りたいんだ。な、頼むよ京介。分かってから離れろ。ガルダイーグルには何か秘密が隠されていると俺もそう考えていた。何かって何？フロント両サイドのし、久しぶり。ナギドリ君、あなただったのね。荒野君に火をつけたのは。何のことかな。おい起きろ、約束の日曜日だぞ。大変大変なのよ。荒野がファイトを始めるのよ。すぐ来て。ったく朝っぱらからどういうことなんだよ。勝手にやらせておけよ。俺には関係ないね。その荒野の相手は誰なんだ。荒野のお兄さんの友達、高校生よ。勝負は3ラウンド、2本先取した方が勝ちだ。わかりました。行くぞ。はい。ギアファイトセット、レディーゴー。まずは兄貴の施したセッティングで様子見か。見ろ、君のギアは自信のなさを背負っている。そこまでだ。まずい。しまった、遅かったか。荒野、一体これは何のためのファイトなんだ。荒野、相手のギアは。スピード重視のダッシュタイプか。スピンタイプでいけば。あのギアの弱点はサイドだ。荒野、今のセッティングでは無理だ。スピンホイールとハイダッシュモーターに変えろ。変えるなら後輪をスパイクホイールだ。違う、ノーマルホイールにハイダッシュモーターだ。あいつ、何なんだ。お待たせしました。ラウンド2、ギアファイトセットアップ、レディー
は考えたようだな。よし、荒野のギアが押してる。いや、僕の言ったセッティングだ。3戦目はダッシュホイールにハイダッシュモーターで決まりだ。違う、スピンホイールだ。そのままでいい。下手に手をつけるな。お前は黙ってろ。なんだと。いいか、荒野、そのままでいけ。違うって言ってんだろ。うるさい。これは俺の戦いなんだ。この中で俺が一番下手くそなのは分かってるよ。だからこそ俺は自分のファイトをしたいんだ。黙っててくれ。お願いします。ラウンド3、ギアファイトセット、レディーゴー。そうだ、これは、それは君のものだ、マリノ荒野。え、でもまだ。俺は君のハートと勝負しに来たんだ。わずかな時間でギアファイターの心を掴んだ君の勝ちだ。